グランレガロ朝霧グランピング施設最高ですよ。これはこうやね景色がこうやね、もう森やねティアブチャンネルのママです、今日はなんと静岡に来ています遠かった遠かったし、もう雨降ったりいろいろやったけど到着しました、今日はグランレガロ朝霧さんに来てますけども、今回の動画はキャンプ の動画じゃないので初めての試み、施設紹介というものをしてみようかなと思います。してみましょう。はい。ちょっとかつてやったことがない。やったことないんですけど、ちょっとグランレガロ朝霧さん、ちょっと協力していただいて、施設の方、紹介していきたいと思います。で、キャンプ場は、今日私が来てるところはオープンしてるんですけども、グランピング施設は来週の土曜日から、23日からオープンということで、今プレオープン中ということで、今日一部屋だけ空いてるみたいなんで、そこも撮らせていただこうと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあ、キャンプサイトの方が、16サイトあります。で、各サイトに水道全部ついてます。すごいですよね。あと電源もついてます。あとは、サイトの広さ的には 10×10 なんで結構広いです。ギギ2も普通に余裕で晴れたんで、サイトは芝でフラットやから、もう何のテントでもすぐ晴れると思います。まあ、ギギ2は縦なのか横なのかで迷ったぐらいで、はい、こっちに8サイトあって、手前に4サイト、奥側に4サイト、道挟んで手前と奥に4サイトずつが左右に分かれております。結構プライベート感味わえると思います。広いからね。はい、じゃあ、天気のいい日はこっち側に富士山が見えるみたいです。ちょっと自分のサイトの方でざっとどんな感じなのか見ていきましょう。はい、こちらがパイキャオサイトです。ギギ2がもう余裕で晴れる広さ。はい、でこちらの車止める奥にシンクがあります。これはありがたい水圧も十分シンクの横に電源があります。ちょっと鍵ついてるんで今日はまだ使ってないですけど結構広いよな。駐車場 もめっちゃ広いし、じゃあ次グランピング施設の方行こうと思います。じゃあレッツゴー。はい、今プレオープンという形で、本格オープンが次の土曜日ですね。はい、あ、はい、来週末ですか。そうなんですじゃあちょっとオープン前に
見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。すごいですね。何頭あるんですか？8頭あります。8頭、はい、結構広々1個ずつ取ってそうなんです。ねえ、あ、ワンちゃんも OK ですか？ワンちゃんは、奥の2つだけ OK なんです。白い柵があるところがロックランドームって言ってます。すごい、いやもう今時のグランピング施設ですよ。初めて見ます私です生でグランピングなんてやったことない。今日ね、こちらが入れるので、はい、ご案内します。はい、お願いします。全部のドームに行くと、はい、あの芝生です。あ、そうなんですか。はい、全部これプライベートです。すごいですね。ちょっと来た段もちょっとプライベート空間みたいな感じ。こっちが斜めで、そうせざるを得なかったです。あ、いやでもそれは逆にこう人目を遮るというか。そうすごいですね。これが10メーターから10メーター。あ、え、ここはもう好きに使える。好きにタープ張ったりも OK ですか？タープも OK です。へー、すごい。向こうのお客さんみたいに私のこうバドミントンなるほど、庭みたいですからね。プライベート空間ですね、これは。めっちゃ広い。ここで焚き火していただいて。焚き火も OK ですか？いや、めっちゃおしゃれやねんけど。うわすごい。ちょっと待って。ちょっと、はい、バーベキューもですね。いや、グリルがもう海外みたいな。アメリカンのやつで。そうですよね。だって3つあるってことですか？そうです、3口あって。これ火つけると日本のやつだとつけた方向にこう火力が出るからで。そうですね。これなんかこっちに戻すとでかくなるみたいな。なんかちょっと直感的によくわかんないな。いやでもすごい、これすごいな、グリル。お食事付きのプラン選んでいただけると、はい、あのご自身で藤井さんの牛とか、はい、地産地消の地元の食材を、はい、それ焼いてすぐ食べていただける。なるほど。椅子ももうセレブやねんけど。手ぶらできても大丈夫な。あ、そうですね。こんなにそうなんですね。グランピングすごい。で、ここはデッキの食事スペースですね。こちらを見ると、はい、トイレバス。独立したトイレとお風呂があるみたいです。おー、すごい。はい、じゃあカメラ。うわ、本気のお風呂や。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと興奮してきた。ほんまのお風呂、浴槽があってシャワーがあって、もうシャンプーもリンスもボディーソープも全部ついてます。いや、すごない？こちら側に雨水が、あ、ほんとや。いや、ほんまに手ぶらで。本当ですか？バスタオルもタオルも全部。今治タオルなんで。いや、もうこれは今治タオルはほんまにすごい。あ、すごい。ちょっとずっと普通のキャンプ しすぎてグランピングって思ってたけど、これは設営撤収が一切いらないので。そうですよね、もう楽ですよ、はい。まあ、その分過ごす時間長めに取っていただけるっていうのは、なるほど、すごいと思います。それはほんまにいいと思います。グランピングしたい。もうテント撤収してもこっちに来たい。今プレオープン中なんですよね。そうです、プレオープン中で来週の土曜日から本格オープンです。
グランレガロ朝霧グランピング施設最高ですよ。これはもうすでにお風呂やばかってんけど、もう広すぎて広いよ。もう後ろは森やし、だってもうあの部屋も後で見てもらったら分かると思うんですけど、こうやね景色がこうやね、もう森やねあ、すいません。じゃあお部屋の方ちょっと見させてもらいます。最高ですねいや、やばいかもしれない。わあ、すごい。お邪魔します。失礼します。いや、すごい。ベッド見て。はい、ベッドがまずセミダブルが2つあって、こちらにシングルが1つ。ってことは、大人3人と子供2人ぐらい。見えますね。そのソファーが、はい、ベッドなんです。あ、ソファーベッドですか。あ、なるほど。すごい。しかもちょっと私この椅子めっちゃ好きなんですけどゴールドでこのモフモフ置いてるあるやつなんでそこから見える景色、これはもうほんまに森におる。やばないグランピング、いやもっとなんか もっとするんかなと思ってたんですけど、ほんまになんていうのかな、ほんまに外におるみたいな空調がちゃんとされてて、あ、そうですよね。確かに、そう、天井が高いからすごい。そうですよね。しかもカーテンもついてるし。ね。ああ、そっか。いや、ここはでもめっちゃいい。寝るのもったいないぐらい。グランピングしようか。冷蔵庫の空調が、はい、お前こちらあの有名なプラズマクラスター置いてますよシャープの冷房も暖房も、あ、これ結構でかいからパワーがすごいですね。もう真夏でも全然涼しいですし、ね、冬でもめっちゃいい。しかも冷蔵庫見てください、めっちゃ可愛くないですかおしゃれすぎる。いいですか？おお、あ、これ静岡のビール。え、これはあれですよね？ミニバー。そうです。はい。もうジュースもあるし、お茶もある。下も。あ、下は冷凍。はい。氷とかはもう。めっちゃいいですね。はい、氷ガンガンアイスクリームとか持ってきたら冷やしてみるんですね。夏最高やなこれキャンプでは無理やもん夏。しかもコーヒー入れて飲める。コーヒーお湯沸かして、すごい。もう食べり尽くせり。このプランは結構あるんですか？食事付きプラン。ありかなしか。あ、ありか。お部屋の種類が違う。あ、種類がもう3種類あります。はい、ワンちゃん OK なドッグランと、はい、部屋とキシルっていうカゼメーカーさんのプランのスタートのお部屋なんですけど、今こういう感じで歩行っぽいのがあるんですけど、このキシルさんのほうだと少しこのピノピノの色をすごく出てくるんですけど、気になる。
く気になる。ぜひウェブサイトの方で。ネットの方で。ウェブサイトで見れるそうなので、それは私もチェックします。ありがとうございました。はい、素晴らしい。スリッパもあるし。そうですね。お取り扱いしておきます。ああ、そうですね。あ、サンダル付きやからもう家ですよ。家より快適に暮らせる。いや、ありがとうございます。これは素晴らしい施設がオープンしてしまった。また静岡に来ないとか。台風性とか風とか雨とかでも全くびくともしない。富士山がこっちに見えるんですか？雲がなければちょうどこの角度です。はい、ここですか？はい、そうなんですよ。今日はちょっとまだ見れてないんで。なかなかね、そうなんですよ ね。なかなかこうね、ズバッと全部見れるっていうのはね、日数的にはそんな多くないです。あ、そうなんですか？いや、冬はね、結構見れたんですけど、まあ、暖かくなってくると雲が出ちゃうんで。ああ。じゃあ見られへんかもな今日。厳しいかもしれない。ねえ。はい、また来なあかんなあ。個室トイレが2つあります。トイレが2つあります。これが中全部木でできてて、本当に木造建築と同じようなのでコンテナサイズっていうのがあるんですね。これもトラックで一個一個運んできたんです。奈良から運んできて、奈良からクレーンでこう一個一個ボン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 ってこう、すごい。実は、はい、ここで建てたわけじゃなくて、出来上がってるやつを車で持ってきて、ここにトラックトレーラー5台ぐらい並んだんですけど、それで大きいクレーンでここに、それで繋げたんですか？そうなんです。いや、こんなことできるんですね。でもね、ここ4つくっついてるって言ったんですけど、ここの節があるところが全部4ユニットって感じです。ああ、分かれてたんですね。すごい。じゃあちょっと管理棟の方入らせていただきます。こんにちは。こんにちは、お邪魔します。全員入られる綺麗なじゃないですか。ちょっとここの切れ目が1個。あ、これが4個。すごい。各面から、はい、いやもうあれですね、ちょっと忘れたっていうのが揃うような。そうなんです、ね、忘れても、ね、コンビとかね、ちょっと遠いので、ここで全部買っていただければ。いや、堀西まで置いてるじゃないですか。プレミアムから黒瀬のスパイスまで。あ、秋山とおでんや。静岡の。これめっちゃ美味しいですよ。これ。いや、まさかの。これはもう一応、これ置いてるキャンプ場なんかないですよ。すごい。今とおでん美味しいか。子供の遊びのシャボン玉もあるし。これスポンジですか？そうですね。たばし、富士山の。めっちゃ可愛い。いろんな色ある。可愛い富士山エコたばし。わあ、これおしゃれすぎません？このトイレットペーパー。おお。まだあるの？いや、もう私もそれ直感で思いました。いや、もうこれは困らないですね。なんか忘れても。あ、売ってるんですね。おしゃれグランレガ、もうセレブ感漂うタオル。ドリンクコーナーです。
もうお酒がなんか結構種類が豊富ですよ。冷えてる飲み物もあるし、こんなん子供好きやねん。富士山ラムネとか。いや、これいいな。お酒ですか？お酒ですね。富士に乾杯。あ、日本酒、日本酒。すごいおしゃれ。富士山の形。変わり種から。いろいろ置いてますよ。で、ここはちょっと何か食べれるとか。そうですね、休憩スペースみたいな。あ、はい、自由に使える。使って大丈夫。管理棟めっちゃ充実してますね。そうそう、確かに、はい、あ、はい、噂のコワーキング開けてみてください。ワーキングスペースってあります。ちょっと開けさせてもらいます。お邪魔します。お、え、すごい、これめっちゃ集中できるじゃないですか。ここでパソコン置いて普通に仕事できますよ。あのね、家がちょっと騒がしい方とか。めっちゃいいと思う。いやでもここ私入ったら寝てしまうかもしれない。私はちょっと寝てしまうかも。いやでも集中はすごいできると思います。すごい、こんなとこまであるんですか。あのワーケーションとかで、はい、あのオンラインでお仕事できる方は、はい、現実キャンプして、ビデオ会議やるときだけここに入って。あ、なるほど、めっちゃいいですね。ちょっとした、こんな施設近くにあったらもうキャンプし放題の仕事し放題。誰に尽くせる。すごい、このワーキングスペースが2部屋ですかね。はい、はい、あります。すごい管理棟。こんな近代的な管理棟見たことありませんよ。ありがとうございます。そうね、施設はこんな感じ。あ、はい、ありがとうございます。ハンプサイトの方また戻りたいと思います。Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.